ぶわー。許さん。絶対に許さんぞ貴様。必ず復活して、お前らを殺してやるからな。そうだ、お前らの家族も、仲間も、大切なものも、全部奪ってやる。せいぜい今のうちに楽しんでおくんだな。あはは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 。いや、やめて。いやこの人間、思ったよりも美味しくないな。また、違うのを押そうとするか。ここは、バカな人間がよく迷い込む。弱肉強食。なんていい時代だ。それまでは、この人間で我慢するか。私の名前はルミア。闇を扱う妖怪だ。何のために生まれ、何のために生きているのかもわからない。気がつけば、人を襲い、食らっていた。まあ、今更理由なんて。どうでもいい。今では、他の妖怪ですら私を恐れる。あんなに襲ってきた妖怪どもがな。ふふふ。私は、闇そのもの。心も体も闇なのだ。そのせいか、異常なまでの空腹に襲われる。人間を襲っているのも、腹を満たすためだが、満たされているのかも、よくわからない。だが、それが問題ではない。問題なのは、たまに、一部の記憶が消えているということ。まるで、知らないうちに、意思を乗っ取られているかのような。私の中でなければ、誰かが私の記憶を消しているのか。一番怪しいのは、あいつしかいない。おい、そこにいるのはわかってるんだぞ。さっさと出てこい。またお前か。どう、人間は美味しかったかしら。まさか、人間が迷い込んでるのって、お前の仕業か。あら、何か問題あるかしら。余計なことするんじゃない。私に構うな、どっか行け。そう、だけど一応忠告しておくわ。もしこれ以上暴れるようであれば、覚えておくことね。ああ。あなたは常に監視されてるということ、その気になれば、いつでも消せるってことをね。なんだと。行きたいなら、おとなしくしてなさい。それじゃ。待ちやがれ。くそ。覚えてろよ。隙間妖怪が。レイヤ。あら、どうしたの？もしかして、あの子かしら。そうよ。わかったわ、私も話してみる。お願いするわ。私は、少し地底を見てくるから、あそこも問題が多いのよ。ええ、わかったわ。どうなっている？人が消えてやがる。避難でもさせたか。面倒なことを。私が避難させたのよ。誰よ、あんた。レイヤよ、白霊レイヤ。ああ、お前が噂に聞く、白霊の巫女ってやつか。なんだ、私を退治しにでも来たのか。そうじゃないわ、話があるのよ。話？話して何になる？あなたは、本当は悪い妖怪じゃない？そうでしょ。はあ、何言ってんだ、お前。あなたは、怖いんじゃないの？本当の自分を知るのが。何適当なこと言ってんだ、ここで殺すぞ。これが本当の私だ、他でも誰でもない、私なんだよ。そう？それじゃあ、一つだけ。私は、人間や妖怪、どちら側でもない、中立の立場よ。人も妖怪も仲良く暮らせる、そんな幻想郷を目指しているわ。バランスを保つために、妖怪が、人から恐れられる存在でなければならない。私は、昔からあるその考えを変えたいと思っているの。私の世代では難しいかもしれないけど、いつかは。あなたは強い、戦わなくてもわかるわ。だから、その力を、守るために使ってほしいのよ。私に協力しろとは言わないわ。せめて、無駄な殺戮を繰り返すのだけは、やめてほしいの。嫌だと言ったら。私はあなたを、倒さなくてはならないわ。ふふふふ。だったらさ。最初からそうしろよ。分かり合う、何を甘いこと言ってんだ、お前。その甘さが命取りになるんだ、守りたいものも守れんぞ。まずはお前を殺して、人間どもの希望を奪ってやるよ。そう、なら分からせるしかないようね。
あの子から感じる容器はかなりのもの、ギミカとほぼ同等ってとこかしら。闇そのものであるならば、本体となる闇が必ず存在するはず、それを捉えることができれば。な、後ろから。ふ、おかしいわね。全体に揚力を感じる、これでは位置がつかめない。ならば、結界か。無駄なことを。なら、それごと引きずり込んでやろう。まさか。ふ、動きを止めると飲み込まれるわね。ここは攻めなくちゃ。無双封印だ、弾幕も取り込むなんて、空間と同じか。ふふふ、無駄だよ。いくら強力な力を持っていようと、実体を掴むことなどできない。おとなしく闇に取り込まれろ。無駄だ。うん、もしかして、はぁ、あとは、こいつ、地面全体に結界を。だが、範囲はそこまで広くない。地上戦でなければ、戦力は落ちるようね。ある程度の範囲からなら、必ず出てきて攻撃を仕掛けてくるはず。だけど、そこにも罠が仕掛けてあるわ。うわ。ふぅ、この子、どうしようかしら。暴れないように、一度封印を。しまった。死ね。あん。ユーカリン、その呼び方やめろって、いつも言ってるでしょうが。ありがとう、助かったわ。油断するなんて、あなたらしくないわね。私がいなかったら、やられていたわよ。あはは、ごめんね。それで、この子なのね、最近暴れてるって妖怪は。ええ、そうよ。それで、なんで始末しないのよ。この子、自分で気づいてないみたいなのよ。何が？もう一人の、自分の存在にね。今のこの子は、能力の闇と、混ざり合っている状態。能力自身が、自分が本体だと勘違いしている、あまり例のない状況よ。二重人格みたいなものかしら。それじゃあ、本当のこの子が、能力をコントロールできるようになれば。ええ、それが一番ではあるんだけど。どうしたのよ。できれば、今のこの子も救ってあげたくてね。いろいろと悩んでるみたいだったし。あのね、白霊の巫女なんだから、感情に流されてはダメよ。いい加減考えを改めなさい。あはは、それ、ゆかりにも言われちった。はぁ、何を言ってもダメそうね。それじゃあ、この子は任せたわよ。もう危ない目にあっても、助けないから、そのつもりで。それじゃあ、せいぜい頑張りなさい。ふふふ、そう言っていつも助けてくれるんだから。あれ？げげ、逃げられちゃった。もう、私ったらドジなんだから。はぁ？はぁ？くそ、まさか私が負けるとは。何が私を助けたいだ、バカが。それにしても、あの話は本当なのか。私に人格が二つ。ぐわ。たまに記憶がないのは、そのせいか。ふざけんな。この体は私のもんだ。私が本物だ、誰にも渡さないぞ。とにかく、少し休まなくては。あのユーカというやつ。覚えてろよ。白霊の巫女も、どっちもぶっ飛ばしてやるからな。とにかく、ここにいては、他の妖怪どもの餌食になってしまう。どこかに隠れなくては。はぁ、取り逃がした？あまり大きな声を出さないでよ。あのね、本来は生かしておけないんだからね、わかってるの。あなたがどうしてもって言うから。わかってるって。はぁ、こんなことなら、あなたに話さなきゃよかったわ。もう少し、自覚を持って行動してほしいんだけど。悪かったってば。でも、話してくれてよかったわ。あの子は、絶対に守らなければダメよ。万が一私が死んでしまった時、優香やあなただけじゃ厳しいわ。それなら、そろそろ引き継ぐ相手を見つけたらどうかしら。いや私、結婚もしてないしさ、厳しいかなって。さっさと恋でもしたら。
散々腫瘍ばっかさせておいて、何を今さら言ってんのよ。あら、私は結構、プライベートの時間は設けていたはずだけど、何もせずにダラダラ過ごしてたのは、どこの誰だったかしら？だって腫瘍で疲れてたし。そんなことばっかり言ってると、おばさんになっちゃうわよ。あなた、少しシワ増えたんじゃない？ゆかりなんかシワしかないじゃない。痛い。な、何よ、お互い様じゃないのよ。あんたは言い過ぎよ。そうだ。ゆかり。あの子について、もう少し教えてほしいわ。お願い。わかったわ。あの子、大丈夫かしら？たまに抜けてるから心配なのよね。何してるの？誰？やっぱり、あの子ヘマをしたわね。何の用かしら、戦いにでも来たの？なんで戦うのだ？え？それよりも、その花綺麗だね。なんていう花なのだ？え？彼岸花っていうのよ。そうなんだね、すごく綺麗なのだ。お姉さん、名前はなんて言うの？ゆうかよ、風見ゆうか。私はルーミアなのだ、よろしくなのだ。どうやら本当に演技じゃなさそうね。まるで殺意を感じられない。ただの幼い子供じゃない。お姉さん、私と友達になってくれる？いいわよ。ありがとう。でも、きっとお姉さんも、私の前からいなくなっちゃうよね。どうしてそう思うのかしら？私には、友達がいっぱいいたのだ。でも、気づいたら誰とも会わなくなっちゃった。私、嫌われてるのかな？だから、きっとお姉さんもいなくなっちゃうよ。おそらく友人がいなくなったのは、もう一人のこの子が殺したと考えていいわね。しかもこの子はそれを知らない。もし知ってしまったら、相当辛いでしょうね。まさか友達が、自分の手によって命を奪われているだなんて知ったら、大丈夫よ。私は絶対にいなくならないから。だから安心していいのよ。友達もきっと何か事情があったのよ。どうしてそう思うのだ？だって、お花を綺麗って言ってくれるし、笑顔も可愛いし、すごく優しい子だってわかるの。そんなあなたを、誰も嫌いになんてならないわ。私は好きよ。えへへ、褒めすぎだよ。私も優香が好きなのだ。これからもずっと一緒なのだ。それに、私だけじゃないわ。これからいろんな人と出会って、いっぱい友達も増えるから。だから何も心配しなくていいのよ。わかった。どうしようかしら、万が一の時のために、ずっとそばにいるのもありだけど。あの時は不意打ちで気絶させることができた。しかし、この子の力は底が知れない。レイヤは異変が起きれば家を開けちゃうし、一度どうするか決めてからがいいか。ルーミア、あなたはいつもどこにいるの？どこにいるかわかれば、私から会いに行けるんだけど。わからないのだ、気づいたら知らない場所にいるし。私、家もないから。そっか。ごめんね。私に知り合いがいるから、住まわせてくれるか聞いてきてあげるわ。本当に？きっと大丈夫だと思うわ。嬉しいのだ、ありがとう。それじゃあ私は聞いてくるから、あなたはこの辺で遊んでなさい。待ってるね。それじゃあ話すわね。お願い。最近多くの人間や妖怪が行方不明になってるって聞いてね、それについて詳しく調べてたのよ。ここでもないか。大きな異変につながる前に調べておかなきゃ。私は森の中を探し回った。人が迷い込んで妖怪に食べられたくらいならわかるけど、妖怪まで消えるのはおかしいと思ったのよ。しばらく森の中を歩いていたら、怪しいやつを見つけたわ。あれは、そう、それがあの子だった。あの子は、何もせずにずっと立っていたわ。何をしているのかしら。力を抑えてるけど、持ってる妖力は相当なものね。あの子が犯人で間違いなさそうだけど、まだ目的がわからない。その時だったわ。いつまでそこに隠れているつもりだ。さっさと出てこい。それとも私から言った方がいいか。私は、彼女の前に立った。お前も他の奴らと一緒で、私の命を狙っているのか。いえ、そんなつもりで来たわけじゃないわ。あなたのことを調べに来たのよ。私を調べる。調べてどうする。
あなたが幻想郷のルールを破るようであれば、対処しなくてはならないわ。ルール、なんだそれは。妖怪は人を襲わない、人は妖怪を恐れなくてはならない。なんだ、そのくだらないルールは。恐れてほしいなら、恐怖で支配すればいいだろ。それではバランスが保てないのよ。あなたは何者なの、何が目的？目的か。そんなの、私が知りたい。え？私はいつからここにいた、何のために生きてる。なぜ妖怪は私を襲ってくる。あなた名前は？ルーミアだ。特に理由がないなら、人や妖怪を襲わないでくれるかしら。無理な話だ。なぜ？腹が減れば食べるのは当たり前だろ。妖怪はまずかった、だから人を食べる。お前も邪魔するなら殺すだけだが。そう、でも調子に乗らない方がいいわよ。この幻想郷は、白霊の巫女によって守られている。あなたみたいな妖怪を退治する存在よ。それがどうした？私は食べることも、襲うこともやめるつもりはない。ここで殺してやるよ。何、どうしたの？なんであれ、今のうちに処分しなくては。悪く思わないでね、それがここのルールよ。お姉さん、何してるの？な。消えている、いつの間に。くそ。何するつもりなのだ。お姉さんは、私が嫌いなの？痛いことは好きじゃないのだ。私にはわからなかった。縁起なのか、人格が変わったのか、それとも二人存在しているのか。ただわかったことは、さっきの妖怪とは別だということ。大きな妖力も、その子からは感じられなかった。あなた、名前は？私は、ルーミアなのだ。名前も一緒か。あなたはここで何をしているの？わからない。さっきまで、ここで友達と遊んでたと思うんだけど。まさか、あれじゃないわよね。お姉さんは、ここで何をしてたのだ。私は、ちょっと人を探してたわ。少し、聞いてもいいかしら。な、何かするつもりなの。すごく怯えている。とても人を襲う妖怪には見えない。さすがにあの死体については聞けないか。大丈夫よ、何もしないから。さっきはごめんなさいね。この辺で、怖い妖怪が出るって聞いたから、びっくりしちゃって。あなたは、聞いたことあるかしら。ないけど。あなたは、人を食べたりする？な、なんでそんな怖いこと聞くの？ごめんね、ちょっと聞きたかったから。今のこの子は完全に無害で。だとすれば、今処分するかどうか判断するには、早すぎるか。私、友達を探さなきゃいけないから、もう行くね。今あれを見られるのはまずい。下手なショックを与えて、さっきの妖怪になりかねない。ねえ、その友達、さっき帰ったわよ。え、本当に？それに、この辺は危ないから、あなたはもう少し明るい場所に行きなさい。うん、わかったのだ。それからしばらく監視していたわ。すると突然倒れ、再びまた最初のやつに。わかったことは、一つの体、闇の体、人格が二つ。お互いに奪い合っているというより、能力が不安定になってる感じね。力が制御できないから、その影響で記憶が飛んでしまう。いや、能力の性質的なものかしら。すべてを引きずり込む闇は、自身をも飲み込もうとしてしまう。とりあえず私は、これ以上幻想郷の人数が減らされると困るから、人間界から適当なのを連れてきてるわ。とりあえずわかったわ。それとあまり、他の世界から連れてこないでよ、かわいそうでしょ。何を言ってるのよ。そうしなければ妖怪は生きていけないわ。ここにいる人間の被害を削減するためにやっていることよ。あなたはその被害に遭ってる者を助けるのが仕事でしょ。白霊の巫女として、もっと自覚を持ちなさい。それに、このまま長く放っておくようであれば、いくらあの子でも、消さなければならないわ。わかってるわよ。どうするつもりなの？私は、あの子を仲間にするつもりよ。もし力を自由に操れるようになれば、下手な異変を起こす者の抑止力にもなるわ。それは無理だと思うわよ。言うか。私が実際に話した感じと、今の話を聞く限りだと。あの子は絶対に戦わない。人を傷つけることを恐れているし、傷つくことも恐れている。それとゆかり。あなたがもしあの子に危害を加えるようなことをしたら、私があなたを消すから、そのつもりでね。はいはい、悪者は私ですか。なら、さっさと解決しちゃってよね。餌を持ってくるのも面倒なんだから。レイヤ、少し頼みがあるんだけど。何よ、珍しいわね。あの子を、ここに置いておくことはできないかしら。
できればそうしてあげたいけど、異変解決もあるし。わかってるわ、その間私が家にいてあげるから。どうしたのよ、急に。暴れ回ってたユーカリンはどこに？だからそう呼ぶなってば。いいのよ、昔のことはもう。普通の妖怪なら、私から離れていくわ。でもあの子は違った。あの子は何も悪くないの。だから。わかったわ。私の大事な戦友ですからね。ありがとう。あれ、ちょっと待って、何よ。場合によっては、ここにユーカが泊まるってことよね。それは状況によるけど、下着隠しておかないと、ぶっ飛ばすぞお前。それじゃあ私はルーミアを連れてくるわ。お願いね。これからどうするか、真剣に考えなくちゃね。あの子自身が力を制御できないのであれば、私がそれを抑えるものを用意しておくべきだけど、あまり強い力で抑えてしまうと、混合してるあの子まで封じ込めてしまう。バランスが難しいわね。それとゆかりの言った通り、そろそろ次に託すものを見つけなきゃね。修行する時間も考えて、巫女の力を引き継ぐし。ああ、もうおばさんって呼ばれる年齢なのかな。スイカ。なんだ。河川か。なんだとは何よ。何やってんのよ。別に。昔のことを考えてただけだ。昔か。懐かしいわね。私たち鬼も、昔とだいぶ変わってしまった。ここには私たちの居場所なんかないよ。だったら、作ればいいじゃない？少なくても私や遊戯がいるわ。きっと、いつかみんな分かってくれるかもしれない。もう襲ったり暴れたりなんかしない、みんなと仲良くしたいんだって。あなたが頑張るなら、私も頑張るわ。そうだね、私頑張ってみるよ。遅くなってごめんね、ルーミア。ルーミア。まさか。戻ってしまったの。急いで探さないと。あ、ユーカお帰り。ルーミア、あなた。大丈夫なの？大丈夫って、何か。お花が踏みつぶされてるんだけど、あなた知ってる？ああ。なんで、さっきまで綺麗に咲いてたのに。誰がこんなひどいことを。今のこの子がやっていないのなら、この短時間の間に、2回人格が入れ替わってることになる。本当にかなり不安定ね。いつ戻って暴れ出すかわからない、これは私やレイヤだけじゃ厳しいわね。ルーミア。お花はかわいそうだけど、仕方がないわ。きっと動物たちが間違って踏んづけてしまったのよ。また新しく生まれ変わって、綺麗に咲いてくれるわ。友人が住んでいいって言ってたわ、行きましょ。うん。また元気に咲いてね。本当に私、ここに住んでもいいの？もちろんよ。そうよね。レイヤ。あなたさえ良ければ、ここにずっと住んでてもいいのよ。嬉しいのだ。ありがとう、お姉さん。何泣いてんのよ、あんた。だって、私を、お姉さんって、どうでもいいことで泣いてんじゃないわよ。何よ、私の何がわかるっていうのよ。じゃああなたはユーカおばちゃんでいいのね。うは、吐血するほどかよ。あなた、新しい能力を。そんな能力いらねえよ。内部から攻撃とは、知らねえよ。どうやら寝たみたいね。とりあえず何も起きなくてよかったわ。話してみて思ったけど、本当に子供みたいね。そうよ。すごく純粋で優しい。早くなんとかしてあげたいけど。そうね、でもすぐには難しいわ。あの子の妖力を測ってみないと。なんていうつもりなの。そうねえ、特に考えてなかったけど。あなた、間違ってももう一人のあの子のこと、聞いたりするんじゃないわよ。ゆかりの話にもあったように、あの子は間違いなく友達を殺してる。そんなことを知ってしまったら、精神が崩壊して、もう二度と今のあの子に戻れなくなるかもしれない。でも、それがわからないと。それに、いつ戻って暴れ出すかわからないわ。下手なことを言わずに、あの子の力を測るのよ。結構難しいわね。混ざり合ってる闇を分けるには、相当な時間がかかるわ。それと、あの子が殺してしまった友達って、人間なの、妖怪。もし行方不明ってなってるなら、私に依頼が来そうなもんだけど。さあ、
その辺はゆかりがうまくやってるんじゃないのかしら。私が、みんなを殺した。嘘だ。どうして、ゆうかも、あのお姉さんも、あんなひどいこと言うの。やっぱり、みんな私のことが嫌いなんだ。誰？やっとわかったぞ、私たちの関係が。なに、誰なの？私は、お前の闇だ。闇？そうだ、残念なことに、お前が本物のようだ。だが、お前の意志が消えかかっている。お前が私であるように、私もお前なんだ。悪いが消えてもらうぞ。じゃあ、友達を殺したのって。友達？ああ、やたら私の名前を呼びながら、やめてって叫んでたやつか。あまり美味しくなかったぞ。どうしてそんなひどいことを。ひどい？何を言ってるんだ。お前が私を生み出したんだろ。そんなこと。もうそんなことはどうでもいい。私はお前の存在が邪魔だ。私が代わりに殺してやるよ。いやだ、誰も殺したくなんかない。何を。やめてよ。いやだ、消えたくない。誰か助けて。誰か。これで闇が一つになった。前よりも闇の力が上がっている。あとは白霊の巫女と、ユーカというやつを殺せば。待てよ、あいつらの力は強大だ。妖怪どもを取り込んで、さらなる力を手に入れよう。そうすれば、あいつらの力を取り込むこともできるはず。ふふ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 ふ。あはははなんでしっかり見ておかなかったのよ。何よ、ユーカも一緒にいたじゃないの。でも、どうして私たちを襲ってこなかったのかしら。いえ、多分話を聞かれていた可能性が高いわ。それじゃあ。最悪な状況ね。今から探せば、なんとか間に合うかもしれない。残念だけど、もう手遅れよ。ゆかり。手遅れって、どういう意味よ。わかるでしょ。別れていた闇が、一つになってしまった。もう元に戻ることはないわ。それじゃあ。残念だけど、退治するしかないわね。ふざけんじゃないわよ。あの子が何したっていうのよ。何もしていないわ。あなたたちもね。言ったはずよ。早めに対処しておけって。それに、前とは比べ物にならないくらい妖力が上がっているわ。このまま放っておくと、あなたたち二人がかりでも勝てないかもね。闇で力を奪うつもりよ。だったら今すぐにでも、待ちなさい、ユーカ。一つになったばかりなら、まだコントロールはできないはず。ある程度の力を手に入れてから襲ってくるはずよ。だったらなおさら今動いた方がいいじゃないのよ。相手は闇を扱うのよ。ただでさえ拡散される闇で妖力を捉えるのが難しいのに。目を頼りに戦うとなると、こんな暗い時間に挑むのは無謀よ。でも、このままじゃ。相手もバカじゃないわ。すぐに襲ってくることはしないはずよ。今日は休んで明日考えましょう。わかったわ。意外と冷静じゃない。何か可能性でも考えてるのかしら。一つになったと言っても、あの子自身は闇ではないはず。能力を扱う力はかなり弱くなるかもしれないけど、あの子だけを引きずり出すことはできるかもしれないわ。その方法だと、相手をかなり弱らせないと難しいわよ。わかってるわ、それなりに準備をするつもりよ。ゆうか。気持ちはわかるけど、もし見つけたとしても、手を出しちゃダメよ。あなたがいなくなったら、さすがに私だけじゃ無理だわ。わかってるわよ。そしてゆかりは、はいはい、あの子を監視しておくわ。何かわかったらすぐに教えるから。あなたは、その可能性に集中しなさい。ありがとう、ゆかり。あの、お話というのは、やっぱり、全然指導できていないから。いやいや、そんな風に思ったりしてないよ。それに、バカを押し付けちゃったのは私だし。それじゃあ、私は、少し、二人で話したいなって。お話、ですか？そう。キルノは、バカでまっすぐなやつです。明るくて、元気で、友達思いで。はい、よく知ってますよ。だから、心配なんです。誰かのためなら、危険を顧みない。どんなに危険で、自分よりはるかに強い相手でも、立ち向かってしまうんです。まったく、誰に似たのか。ふふふ。芝さんと似てるじゃないですか。まっすぐなところもそうですし、いつも言ってますよ。
私の姉さんはすごいんだ、って。なんでこう恥ずかしいことをベラベラと。バカな妹ですが、よろしく、お願いします。はい。任せてください。それで、本当の理由は何なんですか？え。ふふふ、これでも結構付き合い長い方ですよ。そうですね。なんというか、最近幻獣王様が上の空というか、何考えてるかわからないんですよね。芝さん。それ、いつものことです。それもそっか。ふふふふ。でも、もし心配であれば、素直に聞いてみるのも、いいんじゃないですか？お二人は不器用ですからね。そういうところは、チルノさんを見習った方がいいのでは。あ、すみません。そんなのわかってますよ。話す機会があれば、それとなく聞いてみますよ。はい。もし聞けたら、教えてくださいね。自分で聞いてください。それは、地位的に。さあ、そろそろ妖精たちが集まってる頃です。戻ってあげてください。はい。やあ、久しぶりだね。相変わらず暇そうにしてるわね。あはは、いいのさ、これが僕のスタイルだ。それで、今日はどうしたんだい？ちょっと使えそうなものがないかなって思ってね。使えそうなもの？少し見させてね。それは構わないが。最近どうしてたの？最近かい、特にって感じだけど。そういえば最近、霧雨さんのところ、身ごもったみたいだよ。あら、おめでたいわね。あなたは結婚とかしないの？こんな退屈そうなところにいないでさ。余計なお世話だ。君も人のこと言える立場じゃないだろ。そうね。最近暴れ回ってる妖怪、それを解決するためにここに来たのかい？あはは、やっぱりわかっちゃった。君がここに来る理由は限られるからね。別に隠す必要もないだろうに。それで、何を探してるか教えてくれないか、あれば持ってくるけど。そうねー。身につけさせるもので何かないかしら。一応霊力で外れないようにはするんだけど。相手はどんな妖怪なんだい？小さな女の子よ。わかった、少し待っててくれ。悪いわね。それにしても、相変わらずジャンルが意味わかんない店ね。それは悪かったね。あれ、早いわね。思いつくのはこれくらいだったからね。これでどうかな？あら、ずいぶん可愛いリボンじゃないの。小さな女の子なら、これくらいがいいだろう。少し大きいから、切って作ってくれ。裁縫くらいはできるだろ。ありがとう、十分使えそうだわ。いくらかしら？お代はいらないよ、僕も襲われたら困るしね。ふふふ、ありがとう。君もリボンくらいつけたらどうだい？若作りにでも。一言余計なのよ、まったく。急がなきゃ。よし、できた。あとはこれに霊力を注ぎ込んで、力を封印できるようにするんだけど、その前にすることがあるわね。あら、意外と私に合うのかしら。誰もいないわよね。あんた、違うの、これは、そこまでひどくないでしょ。まったく、失礼しちゃうわね。悪かったわよ。あまりにもグロテスクだったもんで。言い過ぎだっちゅうの。別にいいわよ。余ったリボンは、次の巫女にでも引き継ぐわ。それで、これでルーミアを助けられるの？前にも言ったけど、力を測ってみないと。霊力が弱すぎると、効力に意味をなさないし、強すぎると、あの子を苦しめることになってしまうわ。それに、力を吸収すると言ってたし、結構厳しいわね。今戦いに挑むのも危険か。なら、あなたの力を最大限まで使いなさい。でもそれじゃあ、あの子を。現段階では、私たちの方が力は上なはず。これから力が上がっていくと考えるなら、あなたの霊力と同等になったタイミングを狙うしかないわ。そして霊力を回復する時間も考えて、今すぐにでも行うべきかも。たとえあの子の力が上回る結果になっても、このリボンに注いだ霊力と、あなたの霊力で、多分なんとかなるわ。わかった、やってみるわ。なあ、よかったら、ダメよ、無視しなさい、何されるかわかんないでしょ。ごめんね、スイカ。やっぱり、もうここに私たちの居場所はないのよ。本当にごめんなさい。本当にこの地を離れてしまうんですか？悪いけど。私は、遊戯みたいに強くないわ。
私は怖くて、スイカに嫌な役目を任せてしまった。もう、見てるのが辛いのよ。あなたなら、気持ちはわかるでしょ。どうして嫌われながらも、人々の役に立とうとしているのか、私にはわからないし。その人々は、あなたに感謝すらしていない。私は、好かれようと思って助けになっているわけではありません。それに、人に限らず、妖怪にまでよく思われていません。私は別に構いません。これは義務です。嫌われ者なら、自分のあり方があればいいのです。それさえわかれば、何も迷うことはありませんよ。私は、それができないのよ。ユウリさんや、スイカさんには言ったんですか？いえ。そうですか、わかりました。時間があれば、私から伝えておきます。それと、深く考えない方がいいかもしれません。人というのは、勝手に考え、勝手に怯える生き物です。たとえ過去に過ちを犯していなくても、怖がられることはあるのです。ゆっくり考え、答えが決まったら、いつでもいい、顔だけでも、店に来てください。ありがとう、その時が来ればいいけど。それじゃあ、またいつか。お元気で。まだ立ち向かっているあなたたちの方が、私なんかより全然いいですよ。このことは、スイカさんには黙っておきましょう。さすがに傷が深くなってしまう。私、間違ってないよね。ごめん。答えが決まったら、きっと戻るから。まずいわね。いろんな場所に闇の力をばらまいている。私にバレないよう対策しているとは。これでは見つけることができない。幸いなことに、指定の存在は知らない。あまり動き回らないで、身を隠しているはず。とりあえず、手当たり次第探し回るしかないか。よし、あとはタイミングを見て。頑張ったわね、とりあえず今は休みなさい。そうさせてもらうわ。レイヤの霊力がかなり落ちている、無理をさせてしまったわね。回復するのに、3日間はかかる、その間に現れなきゃいいけど。今私にできることは、レイヤを守ること。ゆかりの報告を待つしかないわね。おのれ、下等妖怪の分際で、今からお前は、その下等妖怪に飲み込まれるんだよ。うわぁ。力もないのに威張ってるだけとはな。パワーだけなら、すでにあいつらを超えているが、何をしてくるかわからんからな。そして隙間妖怪も、今頃私を探し回ってる頃だろう。さっきの妖怪の能力、確かに扱えるが、大した能力ではなかったな。慣れるまでに時間もかかる、扱い方も覚えておかなくては。次は強い妖怪を探しに行こう。それなりに強い能力も持っているはずだ。ふふふ。あはは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 。なんだって、河川がこの地を離れただって。一体どうしてさ。今の時代を生きるのが怖いそうです。ただ、彼女なりに、何か答えが見つかれば、戻ってくるでしょう。悟り、なんで行かせたんだい。私に止める権利はありません。私も彼女も、そこまで強くないのです。ふざけるんじゃないよ。私が強いとでも思ってるのかい。私は、お前たちがいたから。そうか。ユウリさんは平気だったわけじゃない。たとえ辛くても、スイカさんたちがいたから。すまないね。悟り。あいつが決めたことだ。誰にも止める権利はない。それなのに、あんたを責めてしまった。いえ。あいつを信じて待つことにするよ。せめて相談くらいして欲しかったけどね。多分、止められると思ったのでしょう。あはは、違いないね。悟り、私が信じられるのは、もうお前とスイカしかいない。たとえ私を嫌いになっても、スイカだけは嫌いにならないでほしい。あいつには、そばにいてくれる人が必要だ。なぜそのようなことを。私は、誰かを嫌うようなことはありませんよ。私は、今のこの時代が嫌いだ。それだけ言っておくよ。それはどういう。悪い、邪魔したね、それじゃ。このままではまずいですね。私にできることを、何か見つけなければ。じゃあ、助けてー。皆さん、急いで避難してください。まずい、もうここまで来たか。さあ、来なさい。生命を宿していないものにあっても無意味か。はいが。
とりあえず、できるだけ時間を稼いで、皆さんを避難させないと。女王様。あたいも戦うよ。ダメです。皆さんと一緒に避難してください。いやだ、女王様が頑張ってるのに、あたいだけ逃げるなんてできない。何か手伝わせてよ、力になりたいんだ。わかりました。芝さんたちを呼んできてください。これだけの騒ぎです。異変には気づいてると思いますが、積み食いの存在に気づいていません。私が時間を稼いでる間に早く。わかった。しかし、なぜ積み食いが。そんな簡単に、エーテルは乱れたりしないのに。奴に侵食されたら最後、遠距離攻撃がいいですね。さよなら。な、ホーム。まさかここまで強力な力を。そうだ、生命がないなら、与えてみれば。ダメか。仕方がありませんね。かわいそうですが、消えてもらいます。究極破壊魔法、メテオ。とりあえず、倒すことはできたみたいですね。怪我人や、積み食いに侵食された者がいるかもしれません。急いで皆さんのところに。2匹目が来たか。そんな。まさか、すでにここまで。なるほど、この騒ぎは積み食いだったか。チルノ、知らせてくれて助かる。あとは私たち厳重に任せるんだ。あたいも行くよ。チルノ、今妖精たちはパニックになっている。今お前にできることは、皆を一つにまとめるリーダーとなり、みんなを安心させることだ。できるか、チルノ。わかった、任せてよ、姉さん。それじゃあ、途中まで一緒だ、行くぞ、うん。当分目が覚めそうにないわね。そう簡単に襲ってこないか。私も、少し休もうかしら。来るわね。綺麗な月だ。闇を照らす、光。実に憎たらしい存在だ。お前もそう思うだろ。いいえ。そうか。しかし、使えない能力かと思ったら、こんな使い方があったとはな。どういう意味かしら。動物を導く力。これは本来、動物の声を聞いたり、正しき道へ導く。使い方さえ理解すれば、人や妖怪を誘導させることもできるわけだ。ふっふっふ、妖怪どもが殺されに導かれる姿は、実に滑稽だったぞ。他人の能力を扱っているってこと？まずいわね、力だけでなく能力まで。しかも、思ったより早く、闇と能力の力に慣れている。今の私で勝てるかしら。さて、ここに来たということは、二つの理由が考えられる。誰かを守るために足止めに来たか、私を倒せると思っている愚かなものか。しかしお前は賢い。つまり、時間稼ぎに来たということだ。私を倒すために、あの巫女が何かの力を使い果たしたということ。絶好のチャンスじゃないか。くそ、やはり戦いは避けられないか。でもね、黙ってやられたりはしないわよ。闇に紛れても、強い光があれば、姿が見えるはず。見つけた、マスタースパーク。外したか。ならもう一度。何、光が消えて。しまった。ふ、私を見つけられるかな。あ、そんなんで当たらんね。わからんやつね。当たらなければそんなものは。こいつ、弾幕を光代わりに。くたばりなさい。うまくいったわね。なんとか倒せたみたいだわ。ああ、影の方はな。バハ、言ってなかったかな。
私は闇と本体を交互に入れ替わることができるんだ。そして本体を消さない限り闇が消滅することはない。あなた、あの子はどうしたの？あのガキのことか。私と一つになった。もうあいつの意志も人格も全て消え去ったよ。本当に間抜けな奴だ。私も優香が好きなのだ。これからもずっと一緒なのだ。お前もあのバカと一緒に私の力の糧となれ。ぐお、てめえ。話しやがれ。誰が間抜けだって？もう一度言ってみなさい。ああ、何度だって言ってやるよ。あなた、闇を交互に入れ替われるのよね。でも、一定の距離を保っていなければ、操ることはできない。この辺一体すべて吹き飛ぶほどのエネルギーで爆発させたら、あなたはどうなるのかしら。お前、まさか本気じゃ。そんなことしたら、お前も吹き飛ぶんだぞ。私を本気で怒らせた罰よ。やめろ。あははは、いい玉だ、殺せ、やってしまえ。貴様、あの子の痛みに比べればどうってことないわ。一緒にあの子に会いに行きましょう。やめろ、話せ。レイヤ、ごめんね。優香、優香がいない。それにさっき感じたものすごい力、きっと何かあったんだわ。急がないと。何？赤ん坊の泣き声。森の方だわ。でも。ごめん、優香、急いで向かうから待ってて。どこなの？どこにいるの？あそこか。まずい、モンスターが。まだ霊力は回復していないのに。くそ。何？モンスターが避けていく。チャンスだわ。くそったれが。くっ、惜しかったな。あれだけ串刺しにされていたんだ。我慢したところで体力は減っている。さすがに終わったかと思ったが。さて、お前の力と能力をいただくとしよう。ふあはは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 。どういうつもりよ。ゆかり、ゆうかに何かあったんじゃないの？どうして止めるのよ。もう手遅れよ。ルーミアの闇に飲み込まれてしまったわ。そんな。ゆうか、落ち込むのはまだ早いわ。もしかすると助けられるかもしれない。本当に？あくまでも可能性だけど。今回彼女は大きく動いた。だから私は存在に気づけたんだけど、分かったことがいくつかあったわ。まず、闇と本体、入れ替わりが自由なこと。もし倒すとなれば、同時でなければダメね。それか片方を結界で封じて、もう片方を倒すとか。光で照らせば、基本的に姿が見えるわ。大きな闇で隠されない限りは。闇が分裂してる時に、封印しても無意味。一つに戻った瞬間を狙わなければダメ。それで、優香が助かるかもしれないっていうのは。そのことなんだけど。通常の妖怪の際は吸収、能力を持った者は取り込む。吸収されたものは、肉体もろとも消え去ることになると思うけど、能力を扱うには、そのものの存在が必要になるはず。つまり、生きている可能性が高いのよ。なんかまるで、取り込んだものの能力を扱えるみたいじゃない。嘘でしょ。現段階では、河川と優香の能力を持っているわ。河川って。それは終わった後にでも話すわ。問題なのは能力よ。河川の能力は、動物を導く力。使い方によっては、妖怪や人間を自分の餌場へ誘導させることもできる。つまり、短期間でパワーアップも可能ってことよ。でも、優香の能力って、花を咲かせる力じゃ。そんなヤバそうな力には思えないけど、優香自身も言っていたし。それは悪用に使わないからよ。どういうこと？花の中にはね、触れるだけで死に至らしめるものも存在するのよ。嘘でしょ。莫大な量の花粉で、発作を起こしたり、神経毒の花や、毒のある花はたくさんあるのよ。もし、力を完全に扱えるようになり、その考えに至れば、妖怪はともかく、人間は全滅するかもしれないわ。とりあえずヤバい状況なのは分かったかしら。あなたの霊力は、あとどのくらいで回復するの？あと2日、3日ってとこかしら。たった1日で能力を扱えるようになっている。そんなに待てないわ。また新たな能力でも手に入れてきたら、完全に勝ち目がなくなる。そんなこと言ったって。
それに、回復したとしても、倒せるかどうか。そうね。普通に戦っても負ける可能性の方が高い。そういえば、指定の妖怪に、力を貸してもらうとかは。正直微妙ね。どうしてよ。指定とはギクシャクしてる問題が多いのもあるけど。もし取り込まれたら、本当に終わるわよ。幸いなことに、まだ規定の存在に気づいていない。下手すれば、こちらから能力をプレゼントすることになる。なに、赤ん坊？もう、ゆかりが大きな声出すから起きちゃったじゃない。知らねえよ、いつからいたんだ。はいはいごめんねー、うるさいゆかりおばちゃんが騒いじゃったから。あんた、何考えてんの？違うわよ、森の中で拾ったのよ。かわいそうに。いや、そうじゃなくて。なんなのよ。その子の異様な力は。自分が何言ってるかわかってんの。ええ、ふざけないで、育てられるわけないでしょ。今ならまだ間に合う、成長する前に殺すのよ。ダメよ、あの子は私が責任を持って育てるから、心配しないで。存在に気づけなかった人が何を言ってるの。私がいなかったら、あなたは育てようとしていたのよ。あの化け物を。気づけなかったのは謝るわ、霊力を使いすぎて、不安定だったから。私は絶対反対だからね。必ず幻想郷に災いをもたらす。あの中にいる者が目覚めたら、止められる者はいないわ。妖怪やモンスターが赤ん坊を避けた？そりゃそうでしょ。今のルーミアの数十倍は強い力よ。あなたわかってるの？わかってるわ。はぁ、ダメだ。さすがに今回ばかりは見過ごせないわ。何か案があるんでしょうね。最悪な場合も考えてる？ルーミアがあの力を手に入れる可能性だってあるのよ。まあ、あれだけの力なら、逆に支配されそうだけど。あの子の中に眠る力を、私の中に移すわ。何言ってんのよ。最悪死ぬわよ、わかってんの？あれだけの力を宿す器、そして女の子。ゆかり、私が考えてることがわかるわね。白霊の力を受け渡すには、十分な素質よ。でも、そしたらあなたが。大丈夫よ、霊力さえ戻れば、白霊の力と能力で、しばらくは封印していられるはず。万が一封印が解けそうになったら、私を殺してちょうだい。本気なの？ええ。私の一生のお願いよ。お願い。ゆかり。わかったわ、ルーミアと戦う前に、先にこっちからね。ありがとう。それに、あの力を宿せば、ルーミアに勝てるかもしれない。え、どうして？あれだけの恐ろしい力、もしかすれば、ビビって取り込まないかも。ルーミアは賢いわ、自身でコントロールできないものには、手出ししないはず。取り込まれないとわかれば、戦い方も変わってくるはずよ。でも、もし力欲しさに取り込もうとしてきたら。その時は諦めなさい。そんな。どっちにしても取り込まれる可能性はあるわ。だったら可能性にかけましょう。あなたはまず霊力の回復を優先しなさい。ルーミアも相当なダメージを受けている。もしかすると、しばらく動かないかもしれない。そして、霊力が回復したら封印、準備ができたらルーミアよ。わかったわ。ゆかり、私のわがままを聞いてくれて、ありがとう。いつもごめんね。いいわよ。別に。いつか私の手で、レイヤーを殺す時が来る。これだけは、避けられない運命ね。レイヤー、大丈夫。想像してたよりも、結構おとなしいわ。よかった、ルーミアも襲撃してこなかったし、特に騒ぎを起こしてもいなかったわ。やはり、ユーカの一撃が結構効いたみたいね。どう、戦えそうかしら。大丈夫よ。それじゃあ、作戦を伝えるわ、よく聞いてね。まず、ルーミアのところまで、一人で向かってほしいわ。私はその間、あの赤子を見てるから、しばらく一人で戦ってちょうだい。ルーミア自身も、私たちが何かしてくることくらいは考えているはず。だから最初はかなり慎重に動いてくる。つまり、完全に一人で戦っていると思わせるまで、私が耐え抜けばいいのね。そうよ。彼女は私が隙間に隠れても、すぐに気づいてしまう。だけど、大きな力がぶつかり合っていれば、それに気を取られて、私には気づかない。その隙を狙って、私がこれを取り付ける。取り付けても、しばらくは暴れ回るだろうから、私とあなたで動きを封じる。数分もすれば、完全に封印できるはずよ。ただ、ユーカもいなくなってしまった今、私が動けば、誰もあの赤子を見てあげられる人物がいない。一応誰も襲っては来ないと思うけど、念のために、多少の結界で守っておくわ。わかったわ、それしか方法がないわね。それと、耐え抜くといっても、ある程度のダメージを与えておかなければ、すぐに封印が解かれてしまうわ。逃げるだけじゃなくて、しっかりダメージも与えてね。わかったわ。外が暗くなれば、姿を見せるはず、少し相手が有利になっちゃうけど。今日で異変を終わらせましょう。これ以上待つと、もう完全に勝ち目はなくなる。
暗くなった時間にまたここに来るから、それまでしっかり休んでおきなさい。そして最後に、絶対に躊躇してはダメよ。もう一人のルーミアをちらつかせたりするかもしれない、甘い考えは捨てて、確実にぶっ飛ばして、もし失敗すれば、あの赤ん坊も死ぬと思いなさい、わかったわね。約束するわ。それじゃあまた後でね、それまで居場所を探っておくから。必ずルーミアを助ける、そしてあの子を育てるわ。あいつらは必ず何かしてくる、気をつけなくては。まあいいか。とりあえず力も回復した、そして龍華の能力も扱える。そして面白いことに、取り込んだ能力は、私の闇と混合できるようだ。今日で全て終わらせてやる、待っていろ。でや、大丈夫だろうか。まあ、僕が心配してもしょうがないんだが。そういえば霧雨さんのとこに、何かお祝いの品を持っていかなきゃな。失礼するぞ。あ、いらっしゃい。おう、ここには武器も置いてあるのか。まあ。なんだろこの人、初めて見るな。お主、もしかしてこの武器は、エクスカリバーではないか。詳しいんですね、それレプリカらし。売ってくれ。あ、はい。いくらだ。なんか本物だって信じきってるみたいだし、少し安くしてあげるか。お客様、このお店は初めてみたいですので、お安くしておきますよ。おう、それはありがたい。半額です、半額にいたします。何、そこまでしてくれるのか。はい、なので今後もよろしくお願いしますよ。でも奥さん、半額でも高いんでしょう。500円です。安すぎだろ、半額にしなくていいレベルだぞ。はい、初来店なので、特別に。お主は買ってるのか、噂によると、数千万円はくだらないと聞くぞ。それをお主は、500円で売るというのか。だって偽物だし。はい、私は利益より、お客様へのサービスを重視していますので。過剰サービスが過ぎるだろ、赤字どころの話じゃないぞ。すべてはお客様の笑顔のために。なんという男だ。自ら富を捨て、世の幸せを選ぶか。お主、名前は何と申す？森塚倫之介、人のために生き、命を懸ける宿命を背負う男。お主もまた、背負いし悲しき男か。気に入ったぞ、お主の男気に。さあ、聖剣エクスカリバーよ。声を聞かせろ。選ばれし者よ、よくぞ私を手に入れた。お前こそが、この聖剣を扱う者に最もふさわしい。さあ、この最強の剣を存分に振るうがよい。聞こえる、聞こえるぞ、間違いなく本物だ。勝った、ここに置いておくぞ、釣りはいらぬ。また来るぞ、強き男よ。ありがとうございました。なんかかわいそうだけど、喜んでるし、まあいいか。準備はいいわね、ルーミアは森の奥にある岩場にいるわ。大丈夫よ。それじゃあ、行ってくるわ。あまり近くにいてはバレてしまう。上空から隙間を開けてタイミングを見なければ。私も失敗は許されないわね。来たか。お前一人か。そうよ。あの隙間妖怪はどうした？別の異変で忙しいの。あなたの相手は私一人で十分よ。確かに気配を感じないな。別の異変、そんなわけがない。私を倒さなければまずいことくらいはわかっているはず。あいつは必ず現れる。月を狙って何かするつもりだな。お前、本気で私に勝てるとでも思っているのか。今の私は、複数の能力、力だけでもお前を超えている。確かにそうかもしれないわ。だけど私は白霊の巫女、妖怪退治が専門よ。相手が自分より強かろうが関係ないわ、私は立ち向かう。立派なもんだな。立ち向かったことを後悔させてやるよ。とりあえず光がなければ話にならないわ、弾幕で照らさなきゃ。これが太陽の代わりになるはず、ルーミアはどこに？うわ、本当に前より力が上がっているわね。どこなの？あ、危ないわね。まずい、避けられるもんなら避けてみろ。その代わり、串刺しになるかもしれないけどな。まずいわね、あれは結界では防ぎきれない。でも、結界を緩めるわけにはいかない。一か八か、耐え抜くしかないわね。はぁー。やはり耐え抜くことを選んだか。受けてみろ。ダークネス、マスタースパーク。この強度でもきついわね、威力を抑えなきゃ。威力を抑えたか。
だが、あの程度の結界で、抑えきれたとは思えないけどな。捕まえたわよ。なに？これでもうどこにも逃げられないわ。別に逃げてるわけじゃないけどな。これが私の能力だ。もう一人いるとは聞いてたけど、まさかこんな瞬時に。片方を結界で封じても、もう一体も同じように強い。それに。結界を保つのにも霊力が必要。維持しながらもう片方と戦うのも難しいわね。あれは。私が最初に放った弾幕。あれをうまく活用するしかないわね。何か思いついたな。まあ、何をしても無駄だとは思うがな。さっきの技を伏せるのにだいぶ霊力を使ってしまった。あれに力を注ぎながら、結界で封じましょう。そうすれば大きな力を感じ取れない。あとはどうやって引き寄せるかが問題ね。そこだ。無双封印。よし、次は。いや、動きはなかなかのもんだな。だが考えが甘い。私自身にダメージを与えなければ意味がない。闇などいくらでも生み出せるからな。瞬時に入れ替わることが可能だ。私を倒すには、確実に私自身に当てること。お前にそんなことが可能かな、ふふふ。つまり広範囲で結界でまとめてしまえば、外には出れないってことよね。まあ、確かにそうだが。この状況でやっても意味がないと思うが。大結界。わからんやつだな。あなたの闇は、ある程度の距離までしか維持できない。これだけの広範囲の結界から凝縮されれば、あなたの闇は全てこの中。それがどうした？この状況でどうやって攻撃する？中からは撃てない。そしてお前も結界の中にいては外部からの攻撃は不可能だ。あなたが私の近くに来るのを待っていたのよ。喰らいなさい。何を言っている？なんだ、貴様、いつの間にあんなバカでかいのを。気づいてももう遅いわ。一緒に受けなさい。今がチャンスだわ。どけ。やっぱり現れやがったな、隙間妖怪が。必ず来ると思っていたぞ。まさか、あれを受けてピンピンしているなんて。まずいわね、闇が分裂していない今がチャンスなのに。また分裂されたら振り出せに戻る。私一人で隙は生み出せない。ゆかり、リボンをよこしなさい。お前、言っていたのか。よ。ナイスアシストよ、ゆかり。話せ。もう終わりよ、観念しなさい。ゆかり、私の結界の強度を最大限まで上げて。わかったわ。話せ。こら、動くんじゃないわよ。くそ、今の何でさっき受けた傷が痛み出して、思うように力が入らない。そうだ、こいつを結界ごと引きずり込もう。そうすればこいつの力も手に入る。あばよ、白霊の巫女。出てきたら吹き飛ばしてやる。せいや、結界が闇に飲まれているわ。このままじゃあなたが取り込まれてしまう。ふ、今のお前に、地面を塞ぐ結界も生み出せない。これでもうあなたも終わりよ。ふ、私の封印が先か、お前が取り込まれるのが先か、どっちが早いかな。もうすぐ飲み込まれる、中では結界の効力は消える、お前の負けだ。せいや。そんな。まさか、本当に取り込むなんて。どっちが出てきても、最悪ね。どうする。レイヤーや優香がいない以上、もう規定の妖怪に頼るしか。いや、頼ったところで、もう手遅れか。クソ、だから早く殺しておけと。今のうちに考えておかなければ、幻想郷が崩壊する。ふ、どうやら力を失ったみたいだな。このリボンも、今ではただの飾りだ。さあ、お前の力をいただくとするか。あばよ、白霊の巫女。ほう、お前の能力は、守護を司る程度の能力か。守るための能力も、殺しの力として扱われる、哀れなもんだな。ふ、あとはあの隙間妖怪を殺すだけだ。あいつも引きずり込んでやる。なんだ、この感じ。なぜ私の闇の中で、別の力を感じる。まさか、あの巫女が。いや、それはありえない。こんな力を持っているなら、わざわざ負ける必要がない。誰だ、私の意志を乗っ取ろうとしている奴は。やめろ、この体は私のもんだ。私から出ていけ。うわ。
くそ、あの巫女め。取り憑かれてやがったな。ダメだ。入り込もうとしてくる。乗っ取られるくらいなら、吐き出すしかない。ダメね、全く思いつかない。とりあえず逃げた方が。たか。なに、どうなってるの？どうして？あ、危なかった。ぐわ。しまった、吐き出したせいで、このリボンの効力が戻ってしまった。まずい。さっきの力を抑え込むのに、ほとんど力を。うわぁ。許さん。絶対に許さんぞ貴様。必ず復活して、お前らを殺してやるからな。そうだ、お前らの家族も、仲間も、大切なものも、全部奪ってやる。せいぜい今のうちに楽しんでおくんだな。あはは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 はなるほど、やはり意地ができなくて、吐き出した結果、ルーミア自身の力が落ちたのか。何にせよ、結果オーライね。みんなを運ばなきゃ。本当にそれでいいのか。はい。しかし、どうなるかわからないんだぞ。芝さん。私はもう、ここにはいられません。私は、危険な存在です。もう、戻ることはできないんです。私のせいで、お母様が。それは違う。母は、役目を果たしただけ。母がやらなければ、私がそうしていた。そういう使命なのだ、気にすることはない。芝さん、わかっていますよね。妖精たちも怯えています。私はここにいない方がいい。それに、もう妖精たちの怯えた姿を見るのも怖いんです。また、傷つけてしまうんじゃないかって。考えるだけで死にたくなります。だったら、すべてを忘れて、一人で過ごしてた方がいい。それが、幻獣界にとって一番なんです。わかった、幻獣王様と話をしてみる。待っててくれ。ただ、一人で背負ってはダメだ。これは誰の罪でもない。わかったな。はい。そうか、ピターニアまでも。だが、妖精たちを思うと、確かにそれがいいかもしれん。環境的に、幻想郷という場所が好ましい。ラムーならば、記憶を消す術があるだろう。他の妖精たちの記憶も消しておけ。エーテルが乱れた原因を調査せねば。幻獣王様、お願いがあるのですが。なんだ？私の妹、チルノも一緒に幻想郷へ送ってもよろしいですか？うん、なぜだ？構わないが、送るとなると、妹の記憶も消さねばならぬぞ。一人にさせたくない気持ちもわかるが。お互いが誰かもわからない、送ってもあまり意味がないと思うが。いえ、チルノなら必ず、女王と共に行動するはずです。なぜそう言い切れる？一人で彷徨うことになるかもしれんぞ。私はあの子の姉です。あの子の性格をよく知っています。そして、二人には、他の妖精たちにはない絆があります。必ず共に行動するでしょう。そうだったな、正義感の強い妹であった。ただ、覚えておくがいい。自分が幻獣であることも、お前たち家族の存在も忘れる。再び会うことになっても、もうお前を姉として見ることはない。それでも良いのだな。はい、二人が幸せになれるなら、私はそれでも構いません。そうか。いいだろう、二人の記憶を消した後、お前が幻想郷へ連れて行け、別れの言葉くらい、伝えておきたいであろう。ありがとうございます。どうした？幻獣王様、私は、皆が幸せになれる世界を、信じていますから。そして、幻獣王様のことも。そうか。さあ、行ってくるがよい。少しでも一緒にいる時間を大切にしろ。特にお前たちは、特別な関係であろう。はい。あ、そうだ。別件で報告があります。どうした？今回の異変が起きる前に、見たことのない、正体不明の生命体を目撃した者がいたそうです。どんな奴だ？情報によれば、天使のような姿をしていたと。それでは、失礼いたします。天使だと。間違いなく、あいつではないか。まさか、エーテルを乱したのはあいつじゃ。何を企んでいる？いや、強力な力を持った部外者が立ち入ったことで、歪みができたのかもしれん。
放っておけば、また罪食いどもが増殖してしまう。今すぐ対処しに行かなくては。力を失い、幼き姿になってしまったか。ジョーよ、あなたを一人にはさせない。必ずチルノが明るい未来へと繋いでくれます。チルノも、ジョーを頼んだぞ、お前が守るんだ。お前のバカな姿を見れなくなるのは残念だが、お前の成長した姿を楽しみにしているぞ。じゃあな、チルノ。元気でな。あれ？ここ、どこだ？おい、お前大丈夫か？よかった、生きてる。この子、一体誰なんだろう。あたいも、ここがどこかわかんないし。あたいが一緒にいてあげなきゃだよね。なんだろ、さっきのやつ。なんか、どこか懐かしいような。ここは。お、目が覚めたね、大丈夫？あなたは、誰ですか？あたい？あれ、あたいって名前なんだっけ？じゃあな、チルノ。元気でな。そうだ、あたいはチルノだ。あはは、ど忘れしちゃった。チルノさん。どうしたの？どうして、泣いているんですか？あれ、おかしいな、あはは。なんで涙なんか。それよりも、君の名前は何なのさ。私の、名前。すみません、思い出せないです。そっか。でも名前がないと、なんて呼べばいいかわからないからな。ねえ、君って妖精だよね。どうなんでしょう。決めた、君の名前は大妖精の大ちゃんだ。それって名前なんですか？うるさいな。だったらもっといい名前思いつくのかよ。フェアリーなんちゃらとか、ルーメイトなんちゃらとか。めっちゃかっこいいじゃねえか。でもダメ、あたいよりかっこいいなんて許さない、大妖精の大ちゃんで決まり。そんな。でも、妖精はわかるんですけど、大って、どこから来たんですか？羽が大きいから、すごい単純。そう、私が寝ている間に行っちゃったのね。少し記憶も欠落してるみたい。私やあなたのことを覚えていなかったわ。なぜか優香のことは覚えてたみたいだけど。そういえば、優香はどこに行ったのよ。ルーミアを連れて、安全な場所へ連れて行ったわ。多分妖精の森でしょうね。そう。落ち着いたら私から話しかけてみるわ。あの子の面倒も見てもらいたいし。早くも育児放棄ですか？違うわよ。どうでもいいけど、名前考えておきなさいよ。それと、河川が話があるみたいだから、よろしくね。あなたが、河川さんですか？茨城河川と申します。とりあえずお座りください。失礼します。それで、どうなされたんですか？まずは、お礼を言わせてください。不覚にも背後を取られ、このような事態を招いてしまいました。あなたが助けてくれなければ、私は一生暗闇の中でした。何か、お礼をさせていただきたいのですが。いえ、それが仕事ですから。そういうわけにはいきません。何でもおっしゃってください。そうでなければ、私の気が済まないんです。わかりました。それでは、一つだけ約束してはいただけませんか。はい。私には、大切な娘がいます。時が来れば、白霊の力を受け継がせる予定でいます。もし、その時私がいなかったら、立派な巫女として育つまで、代わりに腫瘍をつけさせてはもらえませんか。いなかったらというのは、どういう意味でしょうか。今、私の中に、凶悪な力が眠っています。決して目覚めさせてはならない存在です。私は、それを防ぐために、命を絶つ必要があります。そんな。なんとかならないんですか？残念ながら、現段階では無理ですね。でも、数年は持ちこたえられそうなので、それまでに方法が見つかれば、なんとかなるかもしれません。そうですか。わかりました、約束いたします。必ず、あなたのようにまっすぐで、強い巫女に。お願いしますね、河川さん。そう、その記憶は残っていたのね。大丈夫よ、これからいっぱい友達ができるわ。できないよ。私は、人を傷つける悪い子だから。そんなことないわ。あなたは決して悪い子なんかじゃない。どうしてわかるの？前にも言ったでしょ、お花をきれいって言ってくれたり、お花が傷ついた時には悲しんでくれたり。
優しい人じゃなければ、そんな風には思わないわ。本当に、友達できるかな？ええ、絶対にできるわ。おい、お前何やってんだ？君たちは、誰？あたいはチルノだ、お前は。私は、ルーミアなのだ。私はフェアリール。こっちは大妖精の大ちゃんだ。ひどい、私気に入ってたのに。それに大妖精の大ちゃんってなんか変だよ。じゃあ胸が大ちゃんだ。セクハラだよ。じゃあ胸がないちゃん。大はどこに行ったの？見たことのない妖精ね、最近生まれたのかしら。おい、お前、弱い者いじめはやめろ。え？何か勘違いしてない？うるさい、見るからに怪しい奴だ。あたいが倒してやる。ちょっと。大丈夫ですか？怪我とかしてないですか？大丈夫なのだ。よかったら、私たちと一緒に行きますか？特に決まってないですけど。友達に、なってくれる？え？はい、ぜひ。ゆうか、友達ができたのだ。あら、よかったじゃない。ねえ、言った通りでしょ？うん。ついでにこのバカも連れて行ってくれる？何をしてるのだ、傷つけちゃダメなのだ。チルノ、大丈夫なのか？大丈夫の。大ちゃん、どういうことなのだ？ねえ、あなた。はい。あの子を、よろしく頼むわね。すごく優しく純粋な子よ、きっと気に入ると思うわ。ただ、すごく傷つきやすいし、心が壊れやすいの。ずっと、仲良くしてくれると嬉しいわ。はい、ずっと友達です。ありがとう。これからはよろしくね、チルノさん、ルーミアさん。大丈夫なのか、しっかりするのだ。このあたいが、一撃とは。ゆうか、暴力はダメなのだ。あら、ちょっと触れただけなんだけど。どこか痛いのかしら、私がマッサージして。はい、あたい元気です。そういえば、どこに向かうのだ。だったら、白霊神社に行きましょ。赤ん坊もいるみたいだし。私みたいです。よっしゃ、そのなんとかって場所に決定だ。おい、ルーミア、置いてくぞ。待ってよ。チルノさん、待ってあげましょうよ。もう、しょうがないなぁ。それと大ちゃん、チルノさんじゃなくて、チルノでいいんだよ。じゃあ、チルノちゃんで。ほら、一緒に行こう、ルーミアちゃん。ありがとうなのだ。ずっと、友達なのだ。